わ、はい、ついにかもしかして。そうですよ、はい、うわこれに着替えてください。はい、この中に入ってください。はい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 、あなたには24時間手錠生活を送ってもらいます。うわ、はい、ついにかもしかして。そうですよ、なるほど。これが全部できたら無事僕釈放するんですか。そう、あ、まあまあまあ、で今回ね、この24時間手錠生活のタイムスケジュールをねちゃんと用意したので、このスケジュールをちゃんとこなしてもらいます。あ、じゃあこれが全部できたら無事僕釈放されるんですか。そう、これをちゃんとこなせば釈放。よし、それでは24時間手錠生活スタートです。お願いします。これがスケジュールですね。時間通りにこうね、僕が動けば無事に釈放されると。まあこの通り手錠がついている状況です。この枷がついた状態で、スケジュールをこなさなきゃいけないということらしいですね。これでどこまで動けるのかっていう話ですもんね。いや、肩これ全然忘れねえ。ちなみに僕はこの携帯からあいつが24時間どんな風にこの部屋の中で生活してるのかっていうのが見れます。なんだよ。12時になりましたので、はい、部屋中の掃除を開始してもらいます。ちゃんと全部掃除すればあなたに携帯を差し上げます。そりゃでかいな。うわ、コンセント抜くだけでも一苦労じゃないかこれ。結構常にさ、これがあるから、あ、そうか、可愛い気が狭いんだな。抜くだけでこんなに時間かかるのやばい。あ、いいね、あ、いいね、いいね。やば、もうギリや。あー、ギリ、もう最後やるか。可動域短すぎ。今本当に終始効いてる。あ、でも両手だから力込めるかも、より。あー、まあまあいつもより綺麗にはなるな。センチみたいな感じで。ただセンチやな感じで。いや、はい、お疲れ様。いや、でも予想よりはちょっと動きづらかったな、うん。これはね、もう狭いんじゃないですか。ここしか使えないから。じゃあ部屋中ちゃんと綺麗にしたので、約束通りスマホをありがとうございます。します。掃除を無事に終えて携帯ゲットしました。まあ、これなんとか暇つぶせます。疲れた。というわけで、次のスケジュールがあるまでここでまったり過ごそうと思います。いや、手マジ痛いんですよこれ。でもで、おい、ここ、いや全然違って予定通り今1時になったので、はい、昼ご飯の時間です。で、チャーハンを今日は作ってもらおうと思います。チャーハン、そう、手錠を外しちゃダメですから。あんなに食うのにこれでチャーハン。具材をちゃんと用意してみたら、まあ、ネギこれ使って手伸ばせねえんだよ俺は。具材はネギ、卵、ご飯、あと豚さん。出せん。チャーハンの音あ、できない。あ、これむずい。猫の手ができない。怖っ、これ戻すんだよ、いい子。この絵めっちゃおもろい。しかも切れ味の悪さ。よし、切れた。猫の手ができない。怖い怖い、ちょっと離していこう。やべ、やべ、できる、ちょっといいや。やべ、あ、さらば。構えおかしくない。最後可動域無理じゃない。あれ、これ開かないんだけど。あ、どうしたらいいこれ。これどうしたらいいんだこれ。これ開かない、これ以上開かない。おお、いいね、いいね。やばい、溶けない溶けない溶けない。 OK。 あー、いいね、いいね。 OK。 急いで急いで。 OK。 あ、そうやるんだ。やばいやばい、焦げてる焦げてる。よし、あとは混ぜるだけ。あっ、あっ、おお、いいね。オッケー。おー、じゃあちょっと味見してもらっていいですか。ああ、これで OK なら。いただきます。まあ、味はちゃんと
チャーハンになってるわ。ありがとうございます。じゃあこのチャーハンを作るスケジュールクリアです。ありがとうございます。おい、はい、次のタイムスケジュールです。アルミホイル玉を作ってもらいます。はい、何本あんのこれ。アルミホイルね、これちょうど 100m 分持ってきました。どうやって作るんだあれ。とりあえず開いちゃっていいかな。はい、それじゃあ 10m のね、この玉とりあえず粗くね、まとめたやつがあるんで、ここをまずぶったいていきます。まあ、それとなくね、玉っぽくはなりました。じゃあこれに、まあ、あとね、まあ、何メートルか付け加えていこうと思います。はい、プラス10メートル巻き終わりました。まあ、次は、これを叩いていきます。お疲れ。すごいよ、ほら。どうどう、結構すごくない。うわー、これはすげえ。まあ、この生活中に、まあ、どんどんね、付け加えていただいていくんで、うん、ここに書いてるスケジュールは、とりあえずこれでクリアということでいいですかね。そうだね。アルミホイル玉1時間、クリアです。次、六本木に行って、ウームガチャポンを全種類当ててもらいます。それ、一回出んのか、外に。でも、外出れるからさ。あ、すいません、失礼します。はい、お締めいたします。六本木ヒルマズでお願いします。六本木ヒルズまで、お願いします。お車寄せで、はい、ちょっとびっくりしました今。あ、何に使わせたいですか。あ、違う違う、あの撮影されてるんで多分遊びだろうなと思いつもドキッとしました。あ、ごめんなさい。着きました。あ、あったあった、これ。これ5種類しかないから、まあ、すぐコンプはできると思う。そうだね、これを5種類全部コンプしたらクリアということです。なんすか、でこれ、これね、スライムだね、浴槽のスライム。あ、ってことは、はじめ社長の。あ、そうだね。いや、ダブってほしくないな。あ、これだ、禁断のサイコロトーク。おお。あ、来た、びっくりだな、キーホルダー。あ、来た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 。お、出た、来た。よし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 、ラスト1個来た。あ、来た来た。あ、スライムだ。うわー、進め。うわー、嘘、来たはい、ということでこの5つコンプすることができました。うわー、よかった、なんとかできて。うい、今から晩ご飯食べます。ハンバーグを今から作ってもらいます。ハンバーグか、また手使う系か。じゃあ材料はこれで、牛のひき肉ね、で玉ねぎ、あ、パン粉か。よし、解凍してる間に、はい、玉ねぎを切っていきましょう。マジで危ないじゃん。あれ、もしかして玉ねぎってあれか、ハンバーグの玉ねぎってみじんか。そうだよ、危ねえって、その切り方。こうするしかねえだろ。そりゃやべえって。気をつけて、その包丁の使い方ってヤバいやつでしかないわ。やべ、早く切んなきゃ。何やだ、万が一言ったらこれお前が捕まるからな。確かに。次俺が手錠生活になっちゃう。あー、マジか。おっと、あ、うまい。目がやばい。あー、あー、ハンバーグだ、ハンバーグ。あかねえ、相変わらず。よし、じゃあもいもいいきます。はい。うわー、ハンバーグ。いや、でも力入んないこれ。マジ邪魔くせえ、手錠ほんと邪魔くせえ。あ、いけるいけるいける。あ、いけるんだ。なんかこれ固定されてやりやすい。あ、マジ革命。あ、いいね。おお、いい音。お酒お酒。オッケー。あ、いい色してた今、スラッと難かったら。おお、ハンバーグやん。やばー、うまそう。うわっ、うわー、おっとー、オッケー。お
オッケー、はい、できました、ハンバーグー完成したとか、まあ不格好ではあるけど、まあ美味しそうにはできたんじゃないかっていう。そう、見た目はいい、ちゃんとハンバーグいただきます、うん、うわうまっ、おっしゃじゃあ夜ご飯を作るメニュー、ハンバーグクリアです、ありがとうございます。いや、さすがにうまかった、おぉうまっ、まあ、見た目悪いんですけど、すごくうまいっすよ。おいおいおい、出るね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 、びっくりしてびっくりして、この隙を狙ってたのかお前。次は地元の友達に会ってもらいます。なんでお前がセッティングしてんの、あー、いや、ダメだね外してあげたいけど、そのまんま行ってもらいます、このままで、そう、まずさすがに服は脱いでいいよ、でもん、その前にちょっとうんこしようかな、うわ、出た、あ、いけた楽しかったってちゃってんじゃん、いや、ええやん、ええやん、酔ってまーすいや、やべえ、めちゃくちゃうざくなって帰ってきたこいつ